考えています。あなたは何のために生まれてきたんですか？あなたは毎日何をしていたのですか？あなたのすべては僕でした。それでも僕はあなたのことを何も知りません。僕が知っているあなたは僕のために生きているあなただけです。幸せでしたか？幸せでしたか、お母さん。健介は私の子だよ。私の子供だからね。